こんにちは、リンクスのタクです。今日は久しぶりの東京での撮影となっております。今回は CM などでも話題のアパホテルへお邪魔してみたいなと思います。僕は久々のアパホテルです。今回はアパホテル大森駅前というね、大森駅の目の前にあるホテルになるんですが、そちらが開業記念日ということで開業日宿泊の方をしてみたいなと思っております。アパ直限定開業記念プランというものを販売しておりまして、2020年7月15日までスタンダードルーム1名利用であれば1泊1室2400円から宿泊することが可能になっているようです。チェックアウトの際はね、このカードをポストに入れればすぐチェックアウトができるようです。1秒で出発なんて書いてありますね。5階での宿泊でした。2500円からの宿泊が可能なようでしたが、僕は3500円宿泊でした。東京都大田区のアパホテルはここを含めて4ホテル737室を展開しているようです。ズボンプレスさんも廊下にあるようですね。ランドリーや製氷機、自動販売機などは2階にあるようです。東京都では年内さらに9ホテルの新規開業も予定しているとのことです。7月28日にはアパホテル六本木6、8月3日にはアパホテル歌舞伎町タワー、また8月7日にはアパホテル&リゾート両国駅タワーの大型3ホテルの連続開業も控えているとのことでした。左手に鏡が、結構大きめの鏡が置いてあります。部屋のデザインなどはいつも泊まるアパホテルと変わりないかなといった感じです。この模様がね、もうワンパターンぐらいあったような気がするんですけどね、アパホテル。まあシックなモダンな感じです。デスク周り見てみます。除菌消臭剤などがあって、Wi-Fi があって、まあグラスが2つですね。ケトルがありまして、フロントに対応している電話。いつものね、アパ社長の本がありました。ベッドサイドがいつもの感じですね。充電専用のコンセントに USB、もう一つね、ついてるといった感じです。天井、デスク等、浴室等、入り口等とついております。ベッド等もね、このように調整可能です。少しね、今、光がね、強すぎて、カメラがピラピラしてしまってるかなと思われますが、ちょっと調整しましょう。ここに机に椅子がありまして、ここは、テスコムのね、アパホテルのドライヤーです。一応、紙コップもついてるようですね。コーヒー、クリームと、あと緑茶、お砂糖もついてましたね。冷蔵庫のスイッチ。今回はシングルで1名利用1泊なので、浴衣がね、1枚置いてあります。まあ、アパホテルといえばね、この折り鶴。大体なんか、この辺にね、置いてあるイメージなんですけど、ここにありました。はい、そして一応ね、部屋に備え付けのお風呂ですね。まあこの辺は、まあ、至っていつものアパホテルのお風呂といった感じです。まあ、今回ねシングルタイプなんですけども、グレードのいい部屋だとこの辺りも変わっているのかな。ボディーソープ、コンディショナー、シャンプーも備え付けられております。お風呂も簡単にね組めるようになってますね。卵型のバスタブになっています。大浴場をね利用するときはこの備え付きのタオルを持って行ってくださいとのことでした。ここにもね紙コップ置いてありますね。歯ブラシと歯磨きで、ヘアリング、ヘアバンドかな、全部綿棒、コットン、ボディタオルということで、これはねお湯につけて膨らますタイプのものかなと思われます。場所によってね、大浴場のあるね、アパホテル、ついてないところがあるかなと思うんですけども、大森店はお風呂があるということなので、まあもう少ししたらね、利用してみたいなと思います。2階の大浴場、行ってみたいと思います。ここは一応、洗濯機とね、自動販売機がありますね。両替機もあります。製氷機とね、紙コップは部屋から持っていくようです。コインランドリーですね。
お風呂の利用時間はですね、夜15時から26時まで、そして翌朝6時、朝6時から10時まで利用できるとのことです。ルームキーと浴衣、タオルをお部屋からご持参くださいと。そしてね、2階のみ浴衣とスリッパでのご利用が可能とのことです。部屋入ってね、すぐ気になったんですけども、他のアパホテルに比べてね、ベッド下がね、収納できるようになっている。やはり大田区、羽田空港近くのホテルですと、まあ、このようにね、ベッド下収納できるようなね、ホテルがたくさんあるかなといった印象なんですね。寝相悪い人ね、落っこちたら痛そうですけどまあそこまでね、寝相悪い人もね、まあそうそういないでしょう。まあいるかもしれない。だいぶ痛いと思いますよ、ここからダーンってね今回シングルのね、3500円宿泊でのね、利用非常にリーズナブルになっておりました。まあ、今日はなんか開業日ということで、クーポン券とかね、セブンイレブンで使えるクーポンが配布されているようです。この大森駅周辺のね、富士そばってわかるでしょうか。あの富士そばがあるんですけど、駅の近くに、ね、そこもね、アパ開業記念カツカレーなんていうねことで、そんなキャンペーンというかね、カレーの販売なんかもねされておりました。うん、本当にね、大森駅北口の方が近いですね。本当目の前にあるアパホテルになっております。まあ、フックも結構多めにあります。うん、まあ、これ開くのかなと思ったら、そこはね、まあ、ここは開かないんですが、ハンガーは2つですね。説明するほどでもないかなと思うんですけどね。一応連泊する方はね、まあ、清掃は不要ですよとかね。200以上される方はミネラルウォーターをいただけるようですね。アッパー社長オリジナルのねまあご存知の方も多いんじゃないでしょうか。アッパー社長カレーとかねテレビモニターでね、 Wi-Fi のパス確認できます。まあ、この辺りもね、いつものアッパーホテルと同様かなと思われます。ホテルのインフォメーションはこちらのね、テレビモニターで確認することができます。今大浴場男湯空いてます。このような混雑状況なども分かるようになっています。チェックアウトはですね、僕は午前11時までです。基本的には11時までとなっているようです。まあ、マッサージですとか、内線、アロマエステなどね、こちら利用される方はですね、完全予約制ではあるようなんですが、フロントにお電話の方しますとご利用できるようです。客室内マッサージということで、ボディケア60分7500円からとなっているようですね。オイルフットケア、トリートメントなどもあるようです。そして各コースにね、フェイシャル、ドライヘッドケアなども追加することができるようです。客室のね、電話機にてお申し込みくださいということです。一応ね、再確認なんですが、モニターで表示されている館内設備を見てみます。大浴場は2階、営業時間は PM15 時から AM2 時まで、翌朝6時から10時までとなっています。こちらですね、館内レストランはないんですね。しかしですね、大森駅周辺にはたくさんの飲食店がございます。居酒屋、屋さんやレストランなどね、またスーパーなどもね、近くにはございます。声優大森店や伊東洋華堂などもございました。富士そばとか、あとはラーメン屋さんですね、などがあります。マクドナルドとかもね、あったりです。まあ食事には困らないんじゃないかなと思われます。とりあえずこちらのホテルにはレストランはないということです。コインランドリーは2階、大浴場フロア、利用料金、洗濯機1回500円、乾燥機1回30分100円となっています。自動販売機、ソフトドリンクは2階ですね。自動販売機使わなくてもですね、1階フロント横にですね、セブンイレブンが隣接しておりますので、そちらをね、ご利用になられるといいのかなとも思いました。僕自身もですね、セブンイレブンの方には行ってみました。非常にですね、清潔感があって広めなセブンイレブンとなっていました。電子レンジは1階にあるようです。製氷機は2階です。お部屋の紙コップを持っていくようですね。デリバリーでドミノピザが注文できるようですね。うん、まあ、これもいいんじゃないですか。フロントにもですね、お荷物預けることが可能なようです。追加生産がない場合は、1階ロビーのエクスプレスチェックアウト、こちらのボックスですね、こちらに先ほどのルームキーカードを入れますと、自動的にチェックアウトすることが可能です。アパホテルはね、このシステム、まあ、有名ですよね。まあ、最寄り駅は大森駅、京浜東北線ですね、大森駅になりますが、少し歩くとですね、10分から15分ほどですか、大森駅から歩きますと京急本線大森海岸駅がございます。京急本線と言いますと、羽田空港にね、向かう列車となってもおりますので、品川駅までね、京浜東北線で行っても空港まで行くことができますが、こちらのね、京急本線でも羽田空港の方にね、向かうことは可能ですので、まあ、こちらもね、ぜひ利用されるといいのかなとも思います。ここのアパホテル、また大森駅からね、徒歩10分15分歩く必要はあるのですが、コンビニは24時間のようです。またセブンイレブンの隣にはですね、ローソンだったかな、ローソンがありました。まあ、その裏側にもですね、ファミリーマートなどがございます。まあ、本当にね、コンビニも多いかなと思います。
確か大森は3カ所だったかな、4カ所、まあ、結構ね郵便局も多かったりするので、まあ、この辺はね困らないんじゃないかなと思われます。廊下の天井もね一応部屋と同じデザインなんですね。開業式典なるものがね開かれていたようです。あのアパ社長さんもいらっしゃっていたようです。僕はね今日は夕方18時にこちらにチェックインしたので、その式典の模様はねチェックできていなかったんですが、どうやらね来られていたようです。比較的ね大きめなアパホテルなのではないかなと思われます。客室のね平面図を見ることが可能なようです。こちら507号室なのでこちらですね。他の階も客室数はほぼほぼ一緒なようですね。うん、まあ大きな部屋もあったり、まあ、今回僕はシングルなのでこちらなんですが、まあ、一番狭い部屋なのかなと思いますね。さすがにね大浴場撮影すると、まあ、ちょっと変質者というかね不審者になってしまうので撮影の方は控えたいと思いますが、一応ね露天風呂がございます。大浴場と露天風呂、はい、女性もあるようですね。まあ、この大浴場のね入り口には先ほどのルームカードキーが必要になります。本当に周辺蒲田、大森、大井町、品川ですね、まあ、羽田空港近くということで品川プリンスとかね品川駅周辺にもたくさんホテルはあるんですけども、まあね本当空港にも近いし品川駅にも近いということで、まあ、空港までのアクセスもね非常にいいところなので、大森駅周辺にもホテルいくつかあるんですが、こう来やすい、宿泊しやすい、利用しやすい、ね、ホテルになっているんじゃないかなと思います。空港周辺はねたくさんホテルあるかなと思われますが、大森駅前ということで開業日に宿泊の方してみました。ぜひね何かの参考となっていれば幸いです。ではご視聴ありがとうございました。